続いて第2部の方に入りたいと思います。資料、お手元の資料の方はちょっと見にくいんですけれども、14ページというふうになっております。第3部はですね、3名の NGO の方々に協力していただいております。今までは大きい経済っていうふうに自分たちの生活に関わりあるけれども、実態としてなかなか見えづらいなというような部分を中尾さんにお話しいただきました。で、今度は、お金、物、情報というふうに分かれて15分ほどなんですけれども、お話しいただこうと思います。お金といいましても、最初 ASJ の鈴木の方から預金を変えることでというようなお話がちらりとあったかなというふうに思いますが、今度は足立さんの方、ジャクセスの足立さんの方に、税金というようなところからも見ていただくお話をいただきたいと思っております。それでは足立さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、よろしくお願いします。こんにちは。今日は、グリーンエコノミーで、今お話しあって、経済が、本当にですね、自分たちの首を絞めちゃったみたいな話がありましたけど、今グリーンエコノミーって言われてるってことは、本来多分昔はですね、普通に生活してて、地球環境に対して負荷を与えてですね、それが本当に人類たちが我々はやばいぞみたいなことなく、物捨てても OK みたいな感じだったと思うんですけど、そういったことがもうまかりならんような状況になってきたんで、経済の状況を変えていかないといけないと、グリーンにしていかなきゃいけないということだと思うんですよね。それが非常に差し迫ってまして、でそこでですね、今日のタイトルに一つ言ったらいい、希望の種をまこうって書いてあるんですけど、それでいいんですけど、いいでしょう。一人一人がやれることをやれて、今日ちょっと、ゴミ拾いました。明日はしょうがないかと。でそれで本当にいいかっていうと、いいわけない。いいっていう考えもあると思いますけど、その程度では本当に将来の人たちにちゃんとした社会を残せないかもしれないということです。でみんなそれは非常に不安で、あるから多分こういうところにいらっしゃってると思うんですけど、その意味では本気になって、エコノミー、我々の経済活動や、日々の生き方がその本当に環境問題の解決に最後まで行き着くといったことをやるためにどうしたらいいのかということになると、さっき鈴木さんからお話しあったように、日々我々がその貯金のあり方どうするというのもあるんですけど、実際にその経済活動を動かしている、学生の方も多いと思うんですけど、社会で働いている方とかです。例えば地方に行くと仕事がなくてですね、公共事業じゃないと食べていけないという地方もいっぱいあるわけですよね。そういう意味では政府からどうやってお金をもらって生きていく、あとは農業にして もうほとんど補助金になってですね、自分だけでやるというところはないわけですよね。ってことはそのどんなきれい事言ってもですね、政府 その公共施設によって食べている人方もいっぱいいて、それをですねやめちまえと、そしたらもう生活成り立たないわけですよ。そういう意味では生活を成り立たせるためには、その得てしてですね、環境にまずいことを我々やってるかもしれない。そういう意味では、生活をある程度成り立たせながら、この経済回復非常に難しいと思うんですよね。でその時に、きれい事で言えば今の経済、よく僕がんの話するんですけど、体でですね、がんになりました。でその時にがんの部分を切除しないと世の中よくならないんですよね。でもそのままをですね、置いときましょうという話が多い。よく NGO でですね、政策、うちも政策提言型なんですけど、政府の批判やめましょうと。やっぱり政府提言しましょうと。そうすると、それって何かっていうと、幹部は置いといてですね、薬まいとくみたいな。がんの、部分切除しないといけない。そういう意味では、経済の、その流れの中のですね、やっぱりまずいところは除去しないといけない。しかもそれは今回不幸にして福島原発事故が起きてこういうことが今なりましたけど、本当我々考えなきゃいけないのは、私も含めて福島原発事故が起こる前になんでこういう議論できなかったんだろう、こんな事故が起きて初めてこういう議論できてみんなが立ち上がるっていうのは、市外に行ってしまうとやっぱりそういう自分たちをまず反省しないといけないんじゃないですか。そういう意味では、原発問題もありますが、先ほど中野さんからお話しあったように、科学技術の話とかですね、原発以外にもいろいろ立ち向かわなきゃいけないものがあるわけですよね。そういう意味では私思いますけど、本当にいろいろやらなきゃいけないことがあるし、その今みんなが我々も含めて、これあんまり大事じゃないかもしれないといった
ところで、でもその持続性、持続可能性を脅かしているような物事があるとしたら、それに対してしっかりとこの問題性を指摘していくことも必要だし、あるいはその、まあ、私はですね、いろんな課題が今多分世の中にあるので、一個一個ちゃんとやっていかなきゃいけない。その中にやっぱりその税制の問題は非常に大きいんだろうなというふうに思ってですね、いろいろ活動してきたので、まあ、今日はちょっとその活動を一旦ご紹介しながらお話したいと思います。次お願いします。で、ですね、まあ、税制をそのまあ環境の視点から考えるという場合に、環境保全の観点がですね、問題が大きい活動とか政府に対しては、まあ、税金をですね、かけちゃって、やめてもらう。もちろん本当にまずいものはもう規制しちゃえばいいんですけど、まあ、CO2 排出みたいな感じで出すなって言ったらですね、多分電車にもなるなんじゃみたいな世界になるんで、まあ、経済的インセンティブを与えましょうみたいなことで、まあ、炭素税の導入みたいなのまだできてないんですけど、そういったものも必要でしょう。でそれとですね、やっぱりその、まあ、公共事業にも話しましたけど、環境に悪影響を与えるような、この財政支出についてはやっぱちゃんと削減撤廃していきましょうといったようなことも必要ですし、あとはですね、やっぱりその省エネ設備投資みたいなものに対しては優遇していくとか税を負けていくといったようなこともあるし、まあ、財政支援、まあ、自然エネルギーに対して財政支援を増やすとかそういったこともあるでしょう。でそういったこの全体のですね、まあ、税制面、そしてその税金を集めたものを政府が財政支出していくものについて、まあ、環境の観点から改革を進めていくということがおそらく、全部必要になってくるということだと思います。で次お願いします。でその時にこれまでどういうことかというと、どちらかというとですね、補助金型っていうんですかね、自然エネルギーにお金出すとか、あるいはその省エネ設備投資に対して税金負けるみたいなことを政府がやってきて、でそれは嬉しいわけですよ。逆に環境税かけるとかですね、公共事業やめるみたいな話になると、公共事業で食べてた人たちは食べていけなくなっちゃうし、環境税かけたらやっぱり今生活苦しい方々いっぱいいますし大変だと。その意味ではこういったことは、まあ、避けると。今消費税議論でも消費税を避けるというと大体みんな消費税はちょっと話が、まあ、私もいろいろ考えられますけど、やっぱりそういうんじゃなくて、お金を環境保全にいいものに対してお金流すとかですね、税金負けるっていうのはいい話なんで、国民受けもするし、まあ、政治家どうもやりやすい。でもこういうことをやっちゃうと、人気がなくなると。でそういうことを避けてきた。でこれは実は、まあ、政治家も悪いんだけど、私はあえて言えば我々自身もまずいんじゃないかなと思います。そういう意味で、まあ、ただこの財政赤字がどんどん拡大するようです、まあ、補助金出すとか税金負けるというのは財政赤字も拡大するような方向に行ってです、まあ、こういうことで、まあ、喜んでやってきたんだけれども、やっぱりそういうことじゃもうついに立ち行かなくなってきちゃって、課税するとかですね、補助金切るみたいな、でそういうことがもう最近当たり前になってきて、あとどういうふうにやっていくんだろうというのが、まあ、今の議論になっていくんだろうと思います。次お願いします。でその時にじゃあまあ、じゃあ環境税っていうものになると、まあ、財政赤字が膨らんじゃうし、財源調達のためにやってるのかっていうと、まあ、これまあこういうやり方だけじゃなくてもいいんですけど、まあ、ヨーロッパの場合ですね、環境税入れて増税にするんじゃなくて、まあ、環境税は、入れますと。ただその時に、まあ、既存の税を負けますみたいなやり方をやって、政府の税収とすると全体ちょっと変わらないっていうやり方を、してるケースがほとんどなんですね。でそうすると、これは、ちょっとこの話出すのはないんですけど、政府の税収が変わらないんで、まあ、経済界とかですね、産業界が払う税金っていうのは変わらないんですね、全体として。そうすると、まあ、バクというとですね、CO2 いっぱい出す企業は負担が多くなって、CO2 が少ない会社とかは負担が下がると。そうすると、CO2 をいっぱい出さない会社が伸びて、そうじゃない会社がシュリンクするんで、全体とすると、まあ、経済全体、まあ、GDP を、とするとそんなに変わらない。で、まあ、環境保全型の産業増えていく。でそもそも、じゃあもうその経済自体が環境保全、環境悪化によって立ち行かなくなってくるという状況の中で、まあ、中長期的に見れば、この、まあ、生ぬるいことやつじゃない、まずいんですけど、まあ、短期的に見ると、この仕事がな、今ヨーロッパもですね、日本もアメリカも結構経済大変で、特に今中国とかインドとかですね、新興国に盛り上げられて、すごい経済競争やってるんですよね、企業間競争、そういう中でなかなかですね、現実的に政府が、まあ、経済シュリンクさせて環境のことやりましょうって言ってもなかなか厳しいところがあるんで、まあ、現実的にはある程度、まあ、経済がちゃんと成長しますよ、あるいは雇用がちゃんとしますよ、環境保全も増えますよ。でこの環境税入れる時も、まあ、環境にも、経済にもいいっていう、まあ、二重の配当論とかです、まあ、そういうことを、まあ、経済学者が本当かどうか分かりませんけど、そういう議論を出してですね、なんか環境税の導入がされてきているというような現状があります。その意味では、まあ
ですね、その環境図を入れるといった場合にも、ただ単に、まあ、環境悪化のを防ぐために、まあ、経済がボロボロになっても入れましょうという議論が実際はそのヨーロッパ諸国でもなかなか通用しなくてですね、やっぱり経済にもいいですよというようなことをやりながらじゃないと導入できてこないと。で、先ほどのグリーンエコノミーの最後の話がありましたけど、いや経済シュリンクさせてもやりましょうという方が増えれば現実にはそれが政策につながるんですけど、実際の個々の政策を導入していくにあたってはやはりですね、なかなかそういう形じゃないようなプレゼンテーションをしないと通らないので、まあ、私もですね、政治家の方々とやる場合にはですね、その辺は悩みながらやってる、まあ、実は脱成長しながら環境税やりましょうっても言いたいけれども、なかなかそうじゃない形のプレゼンテーションは多分ヨーロッパやじゃあ日本やじゃもやってきてるところだと思います。次お願いします。で、その際はこれは当たり前なんですが、まあ、環境税を入れるとですね、今なんで環境税の意味っていうのは、環境コストがやっぱり今ちゃんと負担してない CO2 排出、将来性に対してね、でそれをちゃんと負担させるという意味もありますし、でそういうことにすることによって環境にいい商品が、安くなって売れるといった意味で、まあ、ここも必要なんだということです。で、次お願いします。で、その際に、まあ、そういう意味ですね、まあ、僕は炭素税とかについて施設設計を提案してですね、いろいろと政治家の方々や行政の方々と交渉しながらやってきてるんですけど、実は持続可能な社会を作るとか、エコノミーをですね、グリーンにしていくというためには、例えばまあ自然共生社会を作っていくとか、あるいは資源循環型社会を作っていくためには、例えばまあ産業廃棄物税とか、廃棄物税みたいなものをどういうふうに設計していくかとかですね、あるいはそのまあ大気汚染のためにどうするかとか、さまざまな税金が必要になってくるんで、まあ、何が言いたいかというと、結局ですね、じゃあ政府が待ってていろんなことやってくれるかってやってくれないんで、まあ、市民側からですね、こういう税金入れましょうと、でも入れてくれって言ってもなかなか動かないんで、こういう税金を入れて、でこういうふうにすれば、ある程度、まあ、ちゃんと、まあ、社会的にも問題ありませんよっていったようなことを、まあ、提案していくようなことにやっていかないと難しいと。でそういう意味では、そういった動きはやっぱりできればですね、ご関心のある方、どんどん皆さんも作っていただくということも必要かなというふうに思います。次お願いします。で、さっきご紹介したヨークラス20でですね、まあ、グリーンエコノミーとかゼロとか資金関連で、まあ、いろんな議論が出てきています。で、このグリーンエコノミーっていうのが何なんだということなんですけど、そもそもその、まあ、グリーンエコノミーであって、まあ、エコノミーを、まあ、グリーン化していくということかなと僕は思ってるんですけど、この国連リオでですね、このグリーンエコノミーというか、ね、その前になんかくっついているのが持続可能な、開発、サステナブルデベロップメントっていうんですけど、持続可能な開発とあと貧困削減の文脈におけるグリーンエコノミーというふうに、の文脈におけるグリーンエコノミーと言われて、これ何かというと、ただ単に経済をグリーン化すればいいって話なんで、やっぱり貧困削減していかなきゃいけないし、途上からやっぱり発展もしていかない、開発もしていかなきゃいけない部分もあると、この前発展したパターンもいろいろあるわけです。ということは、これエコノミーを、まあ、環境もの観点から経済を変えていかないといけないし、あとはそのやっぱ社会的側面の、まあ、公平性とかも含めてですね、考えていけない。その意味ではこの、まあ、よく、まあ、環境経済社会の、まあ、トリプルボトムラインをどういうふうに達成するかみたいな話が出てくるわけですけど、まさにこういったですね、国連の議論の中でですね、まあ、経済を、まあ、環境にもちゃんとやっていくし、まあ、社会的な問題、貧困問題の解決方法も変えていかなきゃいけないといった議論が、まあ、できてきたっていうのは、まだまだ超抽象的な議論で、はっきり言ってですね、このリオプラス天気でできる文書も、まあ、大したものはできないと思うんですけど、ただまあそういう概念が国際レベルで議論が進んできたということは、まあ、多少の意味があるということだと思います。で、あとはちょっと細かい話、ちょっと数字感がないのであれなんですが、まあ、そこのですね、さっき出た、まあ、ゼロドラフトの中でですね、補助金改革の議論であるとか、あるいは、まあ、補助後にはちゃんとですね、もう少しお金流しましょうとか、まあ、様々な議論が出てきているので、まあ、多少ですね、こういうところに働きかけていくことによって、その国連全体でですね、合意を、NGO が作ることに多少貢献できて、世界全体の動きを作っていくということもできるかもしれないという意味では、その我々もですね、こういったドラフトをドラフトよく筋をドラフトよく筋をやってるんですけど、まあ、そこに意味があるかなというふうに思います。で、ちょっと最後に、まあ、言いたいこと
は、ですね、とは言いながら、じゃあ 国連が全部やってくれるかっていうと、まあ、できるわけないし、じゃあ私も、まあ、税金やってて、まあ、政府関係でと一緒にやって日本国政府を変えればグリーンエコノミーができるかっていうとなかなかそういうわけにいかなくて、やっぱり最後いくらいい税制ができても我々一人一人が生活変えないと難しいんで、やっぱ我々一人一人 の、 生活をどう変えていくのか、そしてまあ、政府レベルをどういうふうに変えていただくのか、そして、まあ、国際社会全体をどうするのかって、まあ、いろんなことが必要になるんですよね。そんなことなんか一人考えてると、なんかうつまくると。今最初に社会全体変えなくていいですかみたいな一つくらいでいいですかって言いましたけど、そんなもんなかなかできませんよね、正直。という意味ではやはりですね、やっぱりまあ自分の得意な分野、自分の得意なことをちゃんとやっていくっていうことが重要で、まあ、私はまあ環境税一つ取って、まあ、それはまあ私のまあライフワークでもあるわけですけど、この税財政改革という部分で、まあ、その、まあ、環境にもいいし、まあ、社会的構成にもつながるような税制みたいなものをどうやってその政府の方に作っていただくのかということを、まあ、一生懸命やんなきゃいけないし、ただ、まあ、今日はまあ多分税というのは一つの事例でですね、足尾さんがやっているようにやっぱその民間のお金、まあ、我々がお金出すというのは税金で使うこと以外にもいっぱい日々生活お金使うときにいろんな決定してるわけですよ、ね、そういう意味ではその民間我々がお金使うときにどういう選択するのかということが非常に重要なんで、まあ、預金の仕方とかですね、まあ、指定金の選択の仕方とかで、そういう意味ではその預金の部分をどういうふうにするかということをしっかりと NGO がやっていくということもすごい重要でしょうし、あるいは商品選択を一つ一つしていく際にですね、そこに参考になるような情報を NGO が流していくということも必要だと思うので、まあ、その時に我々市民団体みたいなところは、まあ、政府ができないところをやっていくとか、あるいは何で私税金やってるかというと、政治家がですね、環境税導入っていうとちょっと政治選挙に落ちる傾向があると、で実は環境税導入って言いたいけど言えないんだみたいな処理があるんですね。でそこは我々が少し後押ししてあげてることも必要なんで、そういう意味でですね、いろいろと活動やっていくと、そのまあ行政や政治家の方とですね、まあ、連携できる部分もあるんで、いろいろまあ連携しながらやってる、お互いに補い合いながらやってるっていう部分もあるんで、まあ、そういう意味でですね、まあ、皆さんも、まあ、自分の得意な分野で、まあ、一粒からでいいからやっていく、そういうことの、まあ、今日はまあ参考のお話になればいいかなと思って、少しまずについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。第2部の方は3名の方お話しいただいた後にまとめて質疑の方をお受けさせていただきたいと思っております。足立さん本当にありがとうございました。最初に一番最初の辺のスライドでですね、やっぱり消費税とか、まあ、税って聞くとなかなかちょっとわからないだったりとか、あんまり払いたくないなみたいな意識があったりとか、そっちの方に働いちゃいがちだけれども、いいものは応援しつつも我々は切っていくっていう、まあ、両方のアクションが必要だよねっていうようなお話もあったかなと思います。ではちょっと続きまして、次なんですけれども、物に関してですね、シンゴジャパンもその物というのが資源、鉱物資源だったりとか水資源だったりとかいろいろな活動をしているんですが、まあ、ここはやはりということでグリーンピース高田さんに来ていただきまして、エネルギーについてのものでお話しいただきたいなというふうに思います。高田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。グリーンピースの高田と申します。グリーンピースは国際環境 NGO なんですが、知っている方、聞いたことある、ありがとうございます。だいぶ場面と間違えられなくなってきたんですけれども、私はエネルギーと自然エネルギーとかのことを担当しております。今日は15分でものなんですけれども、一番今身近な、まあ、ものというかサービス、電気のことを話したいと思います。お手元の資料の中にこの青い冊子が、冊子というか青いものが入っているんですが、こちらを見てください。これは青いのを1つ開けると黄色いページになっています。そこのことをお話しします。自然エネルギーの話、まあ、自然エネルギー、再生可能エネルギーとほぼ同じ言葉なんですけれども、自然エネルギーって説明できる人いますか？自然エネルギーじゃあ何が、例えば何があるのか、皆さん下向かないでください。自然エネルギー分かる人、はい、どうぞ。風力発電とか、風力発電とか、太陽光発電
太陽光発電とか地熱発電とか、はい、素晴らしい。あとあのバイオマスっていう、例えば、ほとくと腐ってしまうようなもの、生もの、な有機物でできる、バイオマスですとか、あとは、小水力、あのダムを使わないような水力発電とか、あとこれから注目されるのは波の力を生かしたものとか、潮の満ち干を生かしたものとか、いろいろなものがあの注目されています。ポイントはあの枯渇しない、なくならないというところ、持続可能性な可能な資源を使って、発電なり、まあ、電気を起こしたり熱を得たり動力を得たりする、そういったエネルギーのことを自然エネルギーというふうに言っています。つまり逆に位置するのは枯渇する、なくなってしまう資源ですよね。これが化石燃料、つまり石炭や石油や天然ガス、それから原発に使うウランもいずれはなくなってしまう枯渇性の燃料です。黄色いページにあるように自然エネルギーの10個のいいことということで、このパンフレットにはまとめてあります。その中からいくつかご紹介したいと思います。まず最初はですね、二酸化炭素も放射能も出さないというところ、まあ、放射能が出ないのは分かると思うんですけれども、二酸化炭素というのも出ないというのが重要です。で、二酸化炭素はご存知のように異常気象とか地球規模の大きな気候の変化をもたらす地球温暖化の原因になるというふうにあの言われているんですけれども、なぜ重要かというと、あの原発も二酸化炭素発電の時に出さないとかいうふうにして宣伝されてきたんですが、まああの自然エネルギーもその点では出さないと。ただ原発は放射能を出すけど自然エネルギーを出さないよねということなんです。次お願いします。で、この写真は、ドイツに常に2回行く機会があったんですが、ドイツの風車を並んでいる写真と、それからあの手をこう上げているのは、あれは実はあの風車に登ってきたんですね。ドイツで2回風車に登ってきたんですが、風車75メートルを全部はしごで登り、一番上 の, あのこう長方形になっているところはこうガーッと開くので、そこの上に立った時の思わずすごく気持ちが良かったので、あのこういうポーズをとっています。はい、次のページお願いします。次に健全な雇用、原発がなくなると雇用が心配だとか、あの先ほどの経済のお話でも雇用のことが出てきましたけれども、雇用、あの自然エネルギーかなり力強いあのプラスの面があります。例えば、日本では今原発関係、電気関係ですね、原発も含めて発電関係でお仕事をなさっている方が8万人ほどいらっしゃいます。ドイツの場合は原発関係でお仕事をなさっている方は3万5千人ほどいます。そして、まあ、ドイツのことをたくさん言うのは、日本よりも20年ほどドイツの方があの自然エネルギー分野の先に進んでいるからなんですけれども、ドイツの場合は今自然エネルギーで働いている人が36万人います。で、さらに1万社ほどの自然エネルギー関係のビジネスが成り立っています。そして、ここの右側のこのなんだかよくわからない写真は、風車の羽をこう持っている作業員 の, あの人の写真なんですけれども、その風車は例えばあのただの肩車と思いきや、実はすごく精密な たくさんの部品からなっているものなんですね。で、実際部品数が大型の風車だと2万点というふうに言われています。これはあの車1台につき3万点の部品が使われているというふうに言われているので、そのあの全く同じではないですけども、規模が分かると思います。つまり同じようにその裾野の広い産業を作ることができるということが風車の点では言えます。さらにあの重要なのは、例えば化石燃料で、石炭火力発電とか原発とかを行うと、その燃料は日本では取れないんですよね。ですので、例えば中東とか、例えばオーストラリアとか、ウランが取れるところ、石炭が取れるところ、天然ガスが取れる外国に燃料費をお金を払って燃料を買ってきます。それで発電をするんですけれども、自然エネルギーの場合は、まあ後から出てきますが、燃料は一応その辺にたくさんある、薄く広くたくさんあるので、そのお金、雇用にかかるお金もその地元でそのメンテナンスとか、発電を施設を作ったりという雇用も国内でお金が回るということが特徴として挙げられます。次はずっと使える無限の資源、今言ったところですね。国内に資源が、その燃料がたくさんあります。
写真だとこれは森なのでありますですけれども、例えば間伐材とか、例えばその農業でトウモロコシを作りました、それから、例えば、稲を作りました、その食べない部分、茎とか葉っぱとか藁とか、そういったものを使ってエネルギーを作ることができます。そして、反対側の写真は地熱発電なんですけれども、地熱は地下深くにある地球の熱ですね、火山活動が多いところにたくさんあるので、日本はその地熱の資源量が世界3位を誇っています。次お願いします。で、燃料は国産、しかも無料ということなんですけれども、風も太陽もその地下の熱も、それからそのバイオマスは、副産物というふうに考えていますけれども、国産で、燃料費をたくさんどこかの国に払うというタイプのものではありません。で、これは下に書いてありますが、自給率アップにつながります。よく食べ物の食料のエネルギー、あ、エネルギーじゃない、食べ物の自給率っていうのはよく話になって、自給率が日本は低いから大変だとか話は聞きますよね。でもエネルギーの自給率ってあまり聞いたことがなかったと思うんですけれども、ここでまた聞いてみますが、エネルギー、この場合は電気と熱と、それから車を動かす燃料の動力を含むんですが、日本のエネルギー自給率何パーセントか知っている方いらっしゃいますか。じゃあちょっと手を挙げて、皆さんに手を挙げてもらいましたので、じゃあ自給率が、3択にしますね、50% 以上だと思う人いない、じゃあ、15% ぐらいかなと思う人、はい、ちらほら 15% 以下、あ、素晴らしい、実は 5% です。はい、5% ということは 95% 海外から来ているので、もし例えば先ほど の戦争の話がありましたけれども、戦争になって、はい、石油が下から入ってきませんとか、はい、天然ガスが何かの大きな事故があって来れなくなりましたとか言った時にすぐに困るんですよね。もちろん備蓄っていうのをしているんですけれども、それでもたくさん長いことたくさんの人が持ちこたえられるものではないので、それだったらばエネルギーの自給率を上げるっていう意味でも、無料で無限で、しかも国産にたくさんあるので、自然エネルギーをそういった観点から考えるのも今必要なんじゃないかなというふうに思います。はい、次お願いします。そして小規模分散型という特徴もあります。つまりリスクも分散されてロスが少ないということなんですが、この写真、後ろの青いタンク見えますかね。この青いタンクはこれもドイツなんですけれども、バイオガス発電をするためのタンクです。で、この女性が映っていますが、彼女は福島県で有機栽培を30年間やっている農家の方なんですが、この女性たちと他の方と一緒に、昨年末ドイツに行ってきました。山本太郎さんも一緒に行ったんですけれども、一緒に行ってきまして、でドイツの農家で発電をしているところ、地でエネルギーを使っているところを見てきました。この農家さんでは、たくさんトウモロコシを作ってるんですね。でトウモロコシを使って、その農産物として使わない部分を貯めて、それを細かく砕いたり発酵させたりして、このタンクの中でバイオガスっていう、ね、ガスというか熱を作ります。それによって電気を作っています。でその電気を発電網、送電網で売っています。さらにそこでできた熱を使ってトウモロコシを乾燥させています。ということで、自分のところで燃料であるトウモロコシを作り、そこで電気と熱を得て、さらに農家で必要な熱として、熱源としてそれを使っているということで、ロスが少なく使えています。そして、リスク分散というのは、次にのスライドに関係があるんですけれども、次お願いします。はい、災害にあっても復旧が早い。日本に今風車が何基あるか知っている人、ちょっと聞いてばっかりですけど、1万基ぐらいあるかなと思う人、5000基ぐらいかな、1人、2人、3人、じゃあもっと少ないか、1000基ぐらいかな、はい、そんな感じです。今1800基日本にはありまして、でそのうちの1100基が日本風力協会というところに登録されている風車なんですね。で3月11日の地震がありました。で大きな津波もありました。茨城県、福島県にたくさん風車も立っています。
でもその1100基の風車のうち、地震や津波で壊れて使い物にならなくなってしまった風車はなんとゼロだったんですね。で、その振動ですとか波があったので、一時的に自動で風車止まりました。そして保守点検の方が点検に行って、何ともなかったので、そのまま戻してすぐに3月中にまた発電を始めて、送電網に発電の電気を送っています。なので、苦手なタイプの災害もあるんですよね、台風とか。でもこの地震や津波については、今回すごく大きな、なんていうか強さが現れたという、例だと思います。そして、分散型なので、1個のところに大きな発電所があって、そこが1個やられたらずっと長いこと電気が来ないではなくて、分散されているので、それ例えば少しダメであっても、他のところにある発電所でなんとか賄ったり融通し合うことができるという特徴も持っています。はい、次お願いします。2つですが、優れた日本の技術、ビジネスチャンス。こちらにある最初のこのもくもく煙が出ているような写真は、これはアイスランドにある地熱発電所です。アイスランド火山国なので地熱発電が盛んなんですけれども、ここで使われている一番重要な部品、タービンは日本の会社が作っています。で、右側のものは洋上風力、海の上、海の中に建てる風力発電なんですけれども、これが今ここの分野、すごく自然エネルギー注目されているエリアなんですね。で、日本は例えば造船技術、大きな船を作る技術ですとか、鉄鋼技術がすごく優れたものを持っているので、その日本の優れた技術を、違う分野の技術を生かして、このエリア、日本はたくさん海に囲まれているので、生かせるんじゃないかということで注目が集まっています。はい、お願いします。自然エネルギー産業で地域が電気に反応反電、これはよく反応反 X っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですが、ドイツでは反応反電ともいうような、農家の方が自然エネルギー分野に積極的に参入というか関わって、大きなプレイヤーになっています。この例で言いますと、その農地がたくさんありますよね。で、農地には風がよく吹いたり、もちろんお日様は農産物に重要なので日当たりがいい、そういうところで農地の一箇所を風車建てるために貸すとか、たくさんある豚小屋の屋根の上に太陽パネルを乗せるというような形で、自然エネルギーに協力、参加している農家さんがたくさんいます。で、そうすると発電会社がその土地を使っているリース代として、固定収入を農家に支払います。ですので、天候や国際価格に左右される農家の不安定な経営を、自然エネルギーによる比較的安定した経営が支えているという事例がドイツではたくさん見ることができます。同じことはもちろん日本でも可能だというふうに思います。で、 今までお話ししてきたように、電気というのは3月11日の前まではコンセントの向こう側、多分私も含めあまり考えたことがなかったと思うんですよね。だけれども、日本のこの全てを支えている電気使わない日は1日もないので、大きな部分を占めています。そして私たち、いろんなものをお店で買ったり選んだりすることができる今の日本において、消費者、私たちの家庭レベルでは電気は選ぶことができない数少ないものの一つです。ただ今政府は家庭も含めて電力の完全自由化ということを目指しています。そしてこれがもしかして来年の今頃は選べるかもしれない。本当に来年の今頃、再来年の今頃は、じゃあどの電力会社選びたいですかって皆さんのところにこう選ぶ権利が回ってくるかもしれないですね。そうした時にどういう電気を選びたいかということを今から考えて、発信していく、シグナルを出していく必要があると思っています。で、自然エネルギーも万能ではありません。なのでリスクもあるし、苦手なところもあります。だから私たちが今問われていることは、私が思うのは、どんなリスクなら取ることができるかという選択だと思います。どんな電気が欲しいのか、どんなリスクだったら受け入れられるのかっていう意思表示、シグナルを発していく必要があると思います。そして、グリーンピースは個人の方の会員に支えられた団体なんですけれども、今一番注目している、電気のこれからを考える上で一番注目しているのが原発の再稼働についてです。で、今月末、来月頭、1ヶ月で一番重要だと私が思うのは、原発を再稼働させないこと、
大井原発という福井県にある原発が今再稼働しようとしています。もしここがあったら、ほらやっぱり原発が必要じゃないかっていうふうに流れていってしまうんですよね。だけどもしその原発でもし地震が起きて福島のような事故が起きたら、どこまで放射能が飛んでいくのか、どっちの方向に逃げたらいいのか誰も分かりません。そのリスクも分からずにそのリスクを引き受けてくださいって暗黙に今言われている状態なので、ここはぜひ今こちらに集まっていらっしゃる皆さんも興味があると思うので、ぜひ注目して行ってほしいなと思います。後ろに今ブースを出していますので、ご興味のある方はぜひぜひ立ち寄ってください。そしてお手元の資料の中にこういう緑の紙の中に小さいメモがあるので、そこにご記入の上ブースまでいらしていただけたらもっとお話ができます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。キーワードとして自給するという言葉が中野さんのお話にも中にもあったし、中野さんのお話にも出てきましたね。自分たちが使うもの、この電気のコンセントの先を考えたことがなかったし、自分たちがお財布からお金を出すときに、それをお金がどこに通じていくのか、そのものがどこから来たのか、なんてなかなか考えたことがなかった分野でもあるのかなと思いますが、それを見直すようなことで、何かが変わるのかもしれないぞというきっかけだったりとか、その選ぶもの、自然エネルギーの方がいいんじゃないかっていう話は、よくツイッターとかでもね、よく出てるかなと思いますが、なんでいいんだろう、原発が嫌だからかなっていうだけだったところにちょっと深みが出たのかなっていうふうにも思います。では最後、オックスファンの山田さん来ていただきました。情報というところですね、今まで今日聞いた中でも、いやこんなの聞いたことなかったわみたいなところとかいっぱいあると思います。このシンポジウムだけじゃないと思うんですね。でも私たちが得ている情報っていうのは多くはやっぱりメディアを通して得ているものだったりとか、もちろん人と人との関係で得ている情報もあると思うんですが、そのメディア、情報というものに注目をして今日お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私はオックスファムジャパンという、東京の、上野の方に事務所があるんですけれども、国際 NGO で仕事をしています。途上国、主に途上国の方ですけれども、貧困問題に、さまざまな総合的な観点から、取り組む活動をしている、1942年にイギリスで始まった団体なんですが、それの日本法人の、職員をしています。実は今日これまでの話伺っていて、HPI とかですね、脱成長のところで結構私もいろいろ考えることがあったので、ぜひこの後議論するセッションを時間いただけたらなと思います。今日私はその話を用意はできてないので、いただいたお題はその情報ということなんですね。で、私たちの方は環境問題もすごく今大事に自分たちの活動の中でもなってきてるんですけれども、貧困問題を軸に活動してますので、そこから若干その日本での、情報の枯渇というかな、偏りというか、そこら辺に関して感じていることとか、今後どうしたらいいのかということについてお話できたらと思っています。次お願いします。これは簡単に自己紹介で、上の方はどうでもいいんですけど、下の方は、そうですね、途上国の貧困問題に関して日本政府などへの政策提言を行う、つまり途上国の現場に入って何らかの、その支援活動を行うということをも私たちはやってるんですけれども、そこから見えてくる構造的な問題だったりとか、先進国の政策が関係している部分について、私は日本政府への提言を担当しています。あとはその G8 とか G20、 国連、WTO、 あとは気候変動会議とか、そういった国際的なところで、途上国の貧困問題に関係する国際的な決定がなされるようなところには、奥さんの国際チームの一員として出ることもあります。で、次、写真、これは突然変な写真なんですが、4年前のドイツで行われた G8 サミットでの私が参加した活動の一つです。一番左にいるのが、もうこれ何人前になるかちょっとカウントするのも大変なんですが、安倍晋三総理大臣ですね、当時ので、残りは G8 の首脳たちなんですけど、これは世界の、現地に集まった世界各国のメディアに対して、写真を提供する、ただ写真を提供するだけじゃなくて、そこで風刺をしてるんですね。この数年前にアフリカの開発問題について G8 はすごく大きな約束をしていたけれども、ほとんどそれを守らないでこのリゾート地に遊びに来てるじゃないか、遊んでる場合かというメッセージを、
を伝えるときに、まあ、メディアの方っていうのは文字だけだとなかなか難しい、特に抽象的な話がこういった場では多いので、具体的にそのイメージとするような写真を提供するということをやっています。で一方で次のスライドを見ていただきます と、水着から今度はスーツに変わりまして、テレビ記者会見をやってるんですね。これは北海道での G8 サミットの時なんですけれども、おそらくグリーンピースでも似たようなところがあると思いますが、政策提言とかアドボカシーとかキャンペーンとかっていうのは NGO だけど、こういうマルチタスクを担わなければいけないということで、脳の柔軟体操にはなかなかいいかなというふうに思います。はい、次お願いします。ここからちょっとその途上国の貧困問題とかですね、開発問題について、日本とイギリスを主に比較してちょっとご紹介したいと思います。これは2009年だったと思いますが、日本経済新聞系のオンラインの記事で、ブルキナファソだったかな、ブルキナファソに、野球の指導に行ったあるコーチの方のことを取り上げた記事が載っています。でそこでは、練習時間になっても子どもたちが集まらないで苦労したですとか、どうやってそのチーム精神、チームスピリットというものをそれでも子どもたちの中に、まあ植え付けることができたこととか、そういったことを、まあ、その協力隊員の方の個人的な武勇伝という形で、伝えるということがありました。で割とこういう傾向の何ていうのかな、行動というのは日本でも増えてきてるんじゃないかと思います。情熱大陸型というふうに私とっても呼んでますけれども、大体その世界を変えた日本人というのがいつも主人公として出てくる。でそれに対して次のスライドを見ていただきますと、やはり同じ頃2009年、これはイギリスのフィナンシャルタイムズという日経新聞にあたるものがありますが、それが作っている This is Africa っていうオンライン雑誌なんですね。でそこで、の記事はですね、この毎年2008年に日本はアフリカ開発会議 TICAD というものを開いた、それから G8 サミットも主催した、そこでアフリカや開発についていろいろなことを打ち出したけれども、いまいち日本が何をやりたいのか見えてこないと、アフリカという場所で、例えばこの野球協力隊員っていうふうに紹介してるんですね。つまりここ の、 先ほどの日経の紹介とは随分違うんですが、このフィナンシャルタイムズの紹介の仕方というのは、なんでアフリカで野球を学ばなせなければいけないんですかと。つまりアフリカっていうのはもともとアフリカ今は54カ国とかありますけれども、今の国境の形も含めてかなりヨーロッパに、ずっと支配されてきた国ですよね。で当然そのスポーツの影響っていうのもヨーロッパの影響が強くって、クリケットとかサッカーとかそういったものはあるけれども、野球は必ずしも広がってないわけです。でそれこれからアフリカが貧困から立ち上がっていこうとするときに、なんで野球を教える必要があるのか、本当にアフリカが必要としていることなのか、それでも日本人が、日本にはこういった優れたものがあるから教えてやろうという、その日本のやりたいことが、スターティングポイントにないかというところが、この記事の指摘しているところです。次お願いします。いくつかこの後アフリカ、イギリスの紹介を記事の紹介をしますと、これはこの間の COP17 とほぼ同じ頃にですね、韓国の釜山で世界の ODA のルールを決める会議が議論する会議があったんですが、それを報告するガーディアンという新聞のオンラインの記事なんですね。でここでのタイトルは、プサンの会議というのは、世界の地政学的な勢力図が変わっていることを示す会議であったと。つまり中国とかインドというような新興国ドナーが嫌というものはルールに書けないような、そういう事態だったということですね。この会議自体、実は日本では日経で少し、朝日でも少し取り上げられた程度で、ここまでその分析した記事では全然ないんですね。で次お願いします。これは時間の関係で飛ばします。次お願いします。でこれはインディペンデントという雑誌なんですけれども、ここで書いて新聞なんですけど、ここでは、EU ヨーロッパ欧州連合ですね、欧州連合がインドとの間で結ぼうとしている自由貿易協定、ここの中に盛り込まれている知的財産権に関する条項が、途上国でエイズと戦うために必要とされている薬の流通を難しくする可能性があると。つまりその薬、エイズ薬、抗生エイズ薬というのは先進国、欧米の製薬業会社と、それからタイとか、ブラジルとかインドといった新興国の製薬会社が作っていて、後者はジェネリック薬なんですね。日本でも最近出てきましたけど、
でジェネリック薬は当然価格が安いのでそれの競争力を抑えたいということで EU がインドとの自由貿易協定の中で知的財産権を非常に厳しく定義をしてそれを破ってはいけないというルールをインドに飲ませようとする。そうするとアフリカのような自分で薬を作れない国の中でエイズと戦うためにはですねインドみたいなところから薬を輸入しないと単価がとても高くなってしまって人を救えないんですね。でそういう意味でこの EU の貿易交渉の姿勢というのは問題だということをイギリスの新聞が書いています。でじゃあ例えば日本がフィリピンと経済連携協定を結んで看護師さんを輸入するといったときにその結果フィリピンの保健医療の世界で人材不足の問題どうなるのかということから報道した件数が一体どれだけあったか、それから TPP が結ばれると同じようなこの知的財産権のものすごい強力な条項がアメリカからの提案では入っていて結構ペルーなんかで大騒ぎになっているんですけれども、必ずしもその日本にどういう影響があるかという報道はされているけれども途上国にどういう影響があるかという報道は必ずしもされていないんですね。でそういうそのイギリスと日本のメディアを比べたときにかなりその日本のメディアっていうのは日本人が主人公、日本の技術が主人公、日本に与える影響が主人公のときは取り上げるんだけれども同じような問題が世界に起こっているときには必ずしもそういう目が働いてないということがあるというふうに、思いました。あと何分ですか。6分。はい。で、次、日本で見ようとされていること、私はですね、この間、2002年から仕事をこの仕事をしてますけれども、すごくこういった場に出ていって、もしくはいろいろなその国の政策決定者とか記者の方とかいろいろと話をして、一番、貧困問題の観点から感じるのは、2000年の国連総会で合意をされたミレニアム開発目標というもの、がそれ自体あまり日本では 3.8% の人しか知らないんですけれども、その裏に込められた非常に大きな意味ということが、日本人は共有してないんだなということをすごく感じます。どういうことかというとミレニアム開発目標というのは8つの目標を掲げてですね全ての子どもたちが学校に行けるようにするとか、子どもを産む家庭でお母さんが死なないようにするとか、そういうことを掲げているんですね。でただそれは単純にその目標だけなんですけど、この結果、例えば、途上国の中で、小学校を無料にするということを公約した人が大統領選挙で勝利をし、その結果、小学校が無料になって、一晩にして、その数十万人の子どもたちが一気に学校に通うようになるというような大きな出来事が結構この10年間の間に起きたんです。でそういうふうにその貧困を減らしていくということが政治的な課題になった、政治的に優先課題になったということがすごく大きな変化だったと思います。でもう一つはそれを達成する過程で途上国が主体性を持つ、途上国の主権を大事にするということですね。援助をする側がやりたいことを勝手に入っていって、バラバラにやるのではなく、そういうやり方っていうのは必ずしも保健医療とか教育とかいろいろなその支援の現場のことを考えると適切ではないんですが、そうではなくて途上国の人たちが自分たちで作った計画とかを側面から支援するということが ODA の原則になっていたんですね。でそれから上向きから下向きのアカウンタビリティってちょっと難しいことが書いてありますが、日本でその援助の話をするとお金がどこに消えるか分からないからその途上国がしっかりと先進国ドナー側に対して報告する責任をしっかりと課さなければいけないという議論がなされます。で当然日本の納税者のお金という側面があるのでそれも大事なんですけれども、一番このお金の使い道について、利害を負っているのは そこから利益を得るはずの人々ですね。途上国 の貧しい暮らしのもとに置かれている人たちがに対して説明責任が果たされなければいけないわけです。でそういった議論もかなりこの間、活発にされてきてますし、その他その MDGs が合意される前の10年間20年間の間 その先進国の対途上国政府という政策というのが途上国の貧困を非常に悪化させたということが結構共通認識になっているんですね。途上国が大きな借金を負った時に、借金を減らすためだということで例えばその病院を有料にするだったりとか民営化するっていうようなことが途上国全土で行われた。でその結果貧富の格差がものすごく広がったということに対してものすごい大きな批判があってこういう目標が作られているので、
その途上国が国際条例に出てきたときに日本先進国に対してものすごく強い態度で出るようになったということもあります。つまり途上国がだらしないというだけではなくって、先進国が実は問題を起こしてきたじゃないかという議論がこの開発をめぐってはすごくあると。そういう中でまともな援助をするというのは、先進国に課された最低限の責任であると。つまり、できたらやりますよということじゃなくてやらなきゃいけないことだというふうにものすごくプレッシャーがかかっているということです。でそれに対して日本の中では書店とかに行くとですね、ODA に関してどういう議論があるか、メディアを見てもそうなんですけど、国益のツールであるということを前提にした上で推進派と反対派が意見を言い合っている状況というのが80年代からずっと変わらないであるかなというふうに思います。つまり、援助というのはその、途上国に、経済成長の支援をすることでそこで日本のゼネコンなどもそこで輸出ができると、から日本の国益になるんですというような議論で、それに対してそういう国益の援助というのは途上国の環境や人々を困らせるからやめた方がいいという議論で、随分その違うんですね、議論の軸が。こっちはもうそもそもその貧困削減をするということの目標のために援助というものは必要だし、だけど今のやり方ではいけないからこうしなければいけないという議論があるのに、その何々のためにの部分がなくって、冷戦時代のものの議論がずっと行われていると。で結局その目的を見失った形で、不景気もあって予算がどんどん減ってきているということになっている。次お願いします。これはですね、BBC があるその調査会社と毎年行っている世界何十カ国の世論調査をまとめたところなんですけど、でこれ2009年の情報なんですが、世界全体で見ると今一番深刻な世界の問題は何かということを問った時に 71% の人が極度の貧困というふうに答えているんです。で実際これ今年発表されたものだと雇用だったりとか腐敗だったりとか、まあ、そのリーマンショック以降のいろいろなその、情勢を反映しているんですが、それでも結構極度の貧困というのは高いところになります。で、ちなみに気候変動は 1,2,3,6 番目に来ますね、この時点では。次お願いします。で日本での結果だけを見ると気候変動はすごく高くあるんですね。世界で一番深刻な問題は何ですか。気候変動 67%、 それに対して極度の貧困 40%、 つまり貧困問題の露出度というか関心レベルが他の国に比べてかなり低いんです。貧困というものに対するリアリティがないというか、そういうことが言えるかなと思います。はい、次お願いします。最後のスライドですけれども、じゃあそのどういうふうに変わらなきゃいけないかということなんですが、一つはですね、若干ちょっと難しい言葉書いてます。20世紀の19世紀以降のですね、日本の国際社会に対する対応の仕方っていうのは、国際秩序っていうのは欧米列強が作って、非常にその殺伐としたものであると。で、私たち日本はその中でできるだけ取れるものを取っていかなければいけないっていうのが明治以降の日本の外交の柱だったというふうに思います。坂の上の雲かもしれません。で、しかし現在その21世紀、を考えたときにあまりにも経済的には各国が相互依存をしている、そういう中で、あまりその内と外っていうのを分けるその姿勢っていうのは日本にとっても先を見誤る可能性というのはものすごくあるわけですね。例えば、その日本で雇用問題が非常に深刻になってきたということはここ数年の問題になってますけれども、同じような構造で同じような形で労働者の状況が非常に不安になっていったというのはもっと随分前から東南アジアなどではありました。で、そういった形で国際競争力というものが作られる中で日本も仕方なく、その労働者の権利みたいなものを緩和せざるを得ないという時代が到来したわけです。しかし日本では必ずしもそういう日本にその波が押し寄せるまではそういう問題というのは報じられてなかったんですね。自分たちのお尻に火がついて初めて、大変だということになるということがありました。で、あとはその震災が起きたときに世界中の人たちが日本に手を差し伸べてくれたということについてはマスコミもすごく感動的に報道してくれましたが、結局それがその日本が今まで支援をしたおかげだという形で、まとめられて、でそのちょっと後にタイで洪水が起きました。で、この洪水の影響というのは結局その津波の時に家の中に水が入ってくるということと、破壊力は違うかもしれないけども生活に与える影響というのは結構似たりするとかするわけですよね。でもその国際的な支援に感動したばっかりの日本のマスコミが
タイの洪水をどういうふうに報道したかというと、ホンダとかの工場にどういう影響があったかということだけだということ、そういう意味ではそのやっぱりまだまだ弱いんじゃないかというふうに感じるわけです。で、これからその世界各地で今経済的にも社会的にもものすごく不安定になってきている中で、これはいずれは日本に波及してくる波であるということを考えると、その日本の経済を大事にするとか、日本の未来安全保障を大事にするとかっていう立場に立ってもですね、世界の問題をもう少し正面から取り上げる必要があるんじゃないかというふうに思うわけです。で、そういった時にそのマスコミの方々と話しているとですね、実はその不景気でスポンサーからもなかなかお金が来ないという中で、なかなか大胆なことができないというふうに言っています。バッシング報道もすごく自分たちがやってる手前、自分たちの例えば字幕テロップに一つでも間違いちゃっちゃいけないから、番組のプロデューサーがその字幕の、点検に毎日毎日、時間を割いていて、報じなければいけないけど報じられていない問題を探しに行くというところに時間を使えないでいるんですということをおっしゃっていました。で、もう一人、ある民放の、夜中にアフリカの食糧問題についてすごく素晴らしいドキュメンタリー番組を作った人がいて、でその人に素晴らしかったですというメールを送ったらですね、僕のメールの5倍ぐらいの長さで感謝のメールが返ってきたんですね。で、これはおっしゃってたのは、やっぱり社内でこういう問題をもっといい時間に流してほしいと言っても、視聴者はそれを望んでいないというふうに上の人は決めつけているので、なかなかその回せないんですということをおっしゃってました。で、そういったことを考えると、やはりここで視聴者とか読者である私たちがもっとその嫌な番組を見たときに、ね、抗議の電話をするのはすごくそのなんていうかな、瞬発力でできるんですけど、いいものを見たときに必ずしも良かったですというフィードバックしてないと思うんですね、皆さん。私もそうですけど、でツイッターでもやっぱり嫌なものを見たときにはすごくこう早く手が動くんですけど、いいものを見たときには必ずしもそういうふうにならないので、もう少しポジティブなそのエネルギーというものをマスコミとのインタラクションで出す必要があるのかなというふうに思います。そういう中でそのマスコミの社内で頑張っている良心的な人たちがもう少しエンパワーされる状況というのを作っていく必要があるんじゃないかな。で、そういったところマスコミの中でまともなものがまともにちゃんと議論されないと、ソーシャルメディアというのはアンチマスコミみたいな感じで議論が展開する傾向があるかなと。つまりマスコミの言っていることは全部それ全部信じられないから、その反対こそが真実であるというような、それはそれである意味極端な議論になりやすいので、そうではなくてソーシャルメディアもマスメディアももう少し地に足のついたこう議論ができるようなシナジーが生まれるというのかなというふうに思います。そういう意味ではマスコミの中でも福島以降やはり今までのやり方でいいんだろうかという疑問の声は特に若手から多く上がっているというふうにマスコミ関係者から聞きますので、今が変え時なのかなというふうに思っています。ありがとうございました。交渉の現場でやられている山田さんの感じかなりひしひしと、そんなに最近国に対する考え方が日本と世界とで違うところがあったんだなというのをちょっと聞いていて衝撃を受けておりました。ありがとうございました。ではちょっとお待ちかねの質問タイムに行きたいなというふうに思っております。では星野お三方ぜひ前の方へ進んでいきます。